いっぱいあって幸せ者ですね。はい、まちゃさんからの投稿でした。はい、では次の動画紹介したいと思います。はい、次は羽田さんからのあれですね、毎回参加してくれている羽田さんからの動画です。懐かしい映像をご覧ください。どうぞ。あ、そうそう。ああ、ありましたね。真っ黒のこれですね。ネザールの具は多めじゃないですか。気のせいか。そうですね。多めですよね。綺麗な黒ですね。黒光りしてる。ああ。黒いいですよね。個人的に好きなんですけど。ああ。ね、ほらリリー・ローズさんも黒い子おしゃれですよね。おお、早っ。早い。羽田早っ。これは羽田さんじゃない。これは羽田さんじゃない。ああ、そっか、ラピータさんが写真写りが悪いというか難しいですよね、多分黒い子撮るのって。ああ、そうなんだ。表情も見えないしね、光の加減とかもあるんじゃないでしょうか。でしょうね。でしょうね。ああ、白い子は膨張した。そっかそっか。もうみんな撮ることのこと考えてますね、最近は。どうやったら可愛く撮れるんだろうかっていう。あ、ラピータさんがそうなんです。目がどこにあるのかわからないって、どうやって撮ったらいいんでしょうね。ちょっとカメラマンさんに聞いてみます。聞いてみましょう。ウサギを撮ったことないと思いますけどね。今日は羽田さん見えないですね。羽田さん来てないですね。多分来てないだろうなと思って今日はセレクトしたんで。あ、そうなんですか。かなり久しぶりの子ばっかり集めて。死んだふり。生きてた。よかった。はい、羽田さんありがとうございます。はい。お、ラピータさんがそうだ、プロのカメラマンさんに写真をきれいに撮る方法を教えるコーナーをお願いしますと。コーナーをうさぎに限ってっていうことかな、多分。うさぎだったらとかということらしいので、ちょっと検討してみますね。はい、あ、いいですね。乗っかってどうしよう。うさぎの撮り方、こうでも最近みんなの投稿の方が上手すぎてびっくりなんですけどね。皆さん上手ですもんね。上手ですよね。逆にその撮影してる光景を撮影して送ってください。顔は出さなくてもいいので。はい、ではここで早速なんですけど、皆さん聞いてくださいね。先週のプレゼントの当選発表をしたいと思います。先週ご紹介したもちつきさん手作りのうさんぽハーネスアロハを当選されたのは、ででん、はい。ミルクティーとうさぎさんです。おめでとうございます。おーと、はい、皆さん拍手ね、パチパチと。で、ミルクティーとうさぎさんからコメントをいただいております。はい、もう先ほども出ましたけど、今ちょうどハーネスに慣れてもらっている時期で、自作のハーネスも作り始めたところですと。でも手の込んだうさぎのハーネスや洋服はお値段も張りますし、なかなか手が出せません。モコは男の子ですが女の子用の可愛い服も着せてみたいですねということでおめでとうございます。あ、よかった。はい、皆さんもねおめでとうございますということで、でプレゼントの方はまた後日発送しますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ぜひそれで動画をお願いします。そうですね、写真か動画を撮ってください。はい、お願いします。ピルーサさんが着用してみてください。おいおい。ちょっと当てがってみて、いけると思えば見てほしいです。よかったですね。当選して。ねえ、当てがある。当てがう。そうです。当てがってみてください。本当ハーネス慣れて、あれでお散歩ねできるまでにいてくれたら嬉しいですよね。リードもついてるので。ミルーサさん、責任重大ですね。来週動画頑張らないとということで頑張ってください。楽しみにしてますので、はい、それではここで投稿についてお知らせしたいと思います。はい、視聴者の皆様の中でうさぎを飼っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、動画を撮って番組の方まで送ってください。動画の投稿は宅ファイル便か送りんぼうで送ってください。YouTube やニコニコ動画にアップした場合はその URL をメールで教えてください。メールアドレスは info@yytv.com です。そして受信者欄にはうさぎのおめめと番組名を入れて送信してください。もちろん投稿者のお名前またはペンネームとコメントも添えてください。あと BGM を入れる場合はオリジナル曲、歌詞が入っていないものをご使用ください。洋楽も使用できませんのでご注意ください。その他こちらで音楽を差し替える場合がありますがご了承ください。また写真の方もですね、投稿も募集してますので、皆さんどんどん投稿してください。お願いします。はい、今日も丸読みです。毎回読んでるのに。もうちょっとこう感情を込めてとか。結構感情こもってますよ。そうですか。スラスラっと読んじゃう。もうこれ録音した方がいいんじゃないって感じになってきましたけど。そうですよね。ぜひね、投稿。多い時少ない時結構激しいので、で先ほど言ってたうさフェスタでしたっけ、大阪で行われるあれをぜひ取ってきてほしいですね。行く方は本当にもうスタッフいきなりもうスケジュール組めないみたいなのでどうもちょっと行けないみたいな空気になってきたので、あ、そうなんですかね。行くっていう人、さっきガジュウさんだけだったかな。大阪に住んでる人ぜひ行ってほしいです。大阪どこなんだろう。母ちゃんも行くって。おお、ありがとうございます。あ、新大阪なんですか。へえ。今ここをチャットに入ってくださってる方で。ちょっといいですか。ゼロスケさんっているんですけど、この方はちょっと大阪で飲食店を営んでる方なんで、ぜひ大阪にこのフェスタに行く方は行ってみてください。はい、では。新大阪が会場ということで、皆さん検索してみてくださいね。はい、はい、では次のコーナー行っちゃっていいですか。行っちゃっていい